一瞬で大きい力を地面に加える作業、それぞれがやってるスポーツに接続させていくこと、これは姿勢まっすぐ立てて自分の目で見るって実はすごい大切なことなんですよ。これできる。アンダーマースプリントコーチの秋元慎吾です。今回はサッカーにおけるランスキルを向上させるためにはどういったトレーニングが有効的かということについて話していきたいと思います。今僕が所属しているいわき FC ではサッカーにおけるランスキルをスプリントトレーニングという名称で取り組んでいます。実際にサッカーの走りで求められるものというところで言うと90分しっかり走り続けなければいけない、そしてその走る速度ができるだけ速いスピードで何本もスプリントをできることが求められる要素の一つになってきます。サッカーにおいては自分主導で走らなければいけない時と相手によって走らされる瞬間もあるわけなんですね。その中で効率よく速く走れるようになるということです。1本のスプリントが速くてもその次の1本がスピードが出なかったり疲れてしまったりしてもいけないので、できるだけ楽に速く走れるようにするっていうところを目的としてスプリントトレーニングを行っています。足がつったり怪我したりしないような怪我予防の側面も頭に入れながらしっかりスピードを1本1本高めていくっていうところを目的としています。今回はいわき FC で取り組んでいるスプリントトレーニングを分かりやすく項目ごとに紹介していきたいと思います。まず一つ目のアジリティのドリルの目的なんですが、そもそも速く走るっていうところのポイントは2つだけなんですね。いかに走る時のストライドを広げるか、そしてもう一つが足の回転を速くしていくかっていう、この掛け算がスピードを速める、スプリント力を向上させるっていうポイントになってきます。そこで大切なのがピッチを速くするっていうことは、言い換えると地面に着地する時間を短くするっていうことにつながってきます。1回目のアジリティドリルのポイントっていうのが、いかに短い時間で大きい力を発揮して足を跳ね返す、右左交互それぞれで選手に感覚をつかんでもらうようにしています。ただあのトレーニングをやればいいかというわけではなく、きちんとした姿勢だったりとか、走る時と同様に腕をしっかり使って、自分の体を上手に弾ませる、反発させるっていうことは、結局は設置する時間を瞬間的に短くするっていうのをドリルの中で切り取ってやるっていうのが大きな目的になっています。選手たちにもこのトレーニングがスプリント走りにどういうふうに生きてくるかつながってくるかっていう説明を常に入れるようにしているので、アジリティトレーニングの目的っていうのはいかに設置する時間を短くしてスプリントに接続させるかっていうのを狙いで行っています。このトレーニングのポイントは、姿勢をまっすぐにすることで地面に対して大きい力を加えやすくなります。腕を大きく振ること、地面に足がついた時にかかとが潰れすぎないことを意識してやってみましょう。このトレーニングはかかとを地面につけないようにすること、設置する時間を短くすること、常に姿勢をまっすぐな状態で前に進んでいくことを大切にしてみましょう。力強く腕を振ること、そして着地した時と腕を振るタイミングを上手に合わせることで体が上に弾んできます。走る上でのストライドを伸ばす動きにつながってきます。アキレス腱、人間の体でバネの役目を果たしてくれるこの腱の反射を上手に使うっていうのが大きいポイントの一つになってきます。上手に腱を使うことによって、高く飛ぶことができます。走る時にはその高く飛ぶ力が前の方向の力に変わっていくので、結果ストライドが広がっていくっていうことにつながってきます。両足でジャンプすることによってアキレス腱を上手に使う感覚を体に入れてもらう、そしてそこで着地した場所を意識してスプリントをすることによってストライドを伸ばすことにもつながってくるという狙いがあります。